ちはね、こっち歩けるの。こっち歩けて、ヘルメットが落ちてる。なんだろう。ちょっと待って、本当にもう一体あったりしないよね。大丈夫だよね。もうやだよ、俺見つけるのはやだよ、現物はやだよ。心霊探しならいいけど、現物は見たくない。ヘルメット装備しますか。ドラクエですよね。そしたらもう完全にあるもの拾って強くなってって。ちょっと奥覗いてみますが、なんかね、ヘルメットだらけなんだね。こっちも後ろ、後ろ、え、後ろなんかあります。幽霊に失礼がないようにという、あ、吉井さんありがとうございます。チェキオさん気をつけてってことでありがとうございます。ヤジオさんもありがとうございます。ちょっとヤジオさんのコメント、なんでこんなところにヘルメット、すごいですね。いるね。遺体あったら通報。そう、遺体あったらこれもうあのアーカイブ残せないですね。あのちょっと編集してモザイクになりますね。まあとにかくでももう見つかってるから、操作はされてるから多分大丈夫だと思うんですけど、これはなんだ、今度これはなんか、なんだろう、これ机か、机がありますね。パソコン机のような感じだ。でこっちはもうないよ、ここで終わりだ。ほらもう、もうない、もうない。心霊スポットです、ここは。この竹やぶで、事件があり、白骨化された方が見つかったので心霊スポットになっている事件系心霊スポットです。じゃあちょっと戻りましょう。ちょっとあの小屋ちょっと中見てみましょう。いや明らかにこのかまどが、これがおかしいんですよね。これ何なんだろう。絶対これ絶対生活してたよな。こう火たくかまどですよね。絶対おかしいわ。ね、やっぱ公園じゃないじゃないですか。僕みたいな底辺はこういうふうに心霊スポットのからそれて違う心霊スポットに向かうわけです。さあ問題の小屋に来ました。まあ入るのはちょっとやめときます。そこになると話がもう別になっちゃうんで。作業場ですね。だけども使われてるもんじゃないよな。もう使われてる小屋ではないし、これなんだ、これはビデオで、昔のビデオですね。なぜかおもむろに スキーのスティックがある。された方がこれで釣ってたのかもしれないな。これ違いますか。針金なんですけど、これで釣っててここで見つかったとかじゃないかな。ここの持ち主の方であって、ここにね針金が、わかりますか、針金があるんですよ。ここで釣られてたってことはないよね。それで白骨化してるってことは、ここに落ちて見つかった。でも身元がわからない。まあそんなことはないでしょうか。ではですね、戻っていきましょう。あ、これ死んであるな、これやばいな、これ。